はい、皆さんどうもこんばんは。映画監督の渡辺博文です。6月15日のですね、土曜日の6月15日土曜日の、大田原グートンシェ作品の上映会がいよいよ、来週に迫ってまいりました。今週はですね、非常に忙しく、大田原グートンシェ作品の上映会の、告知のような活動をずっとしておりました。月曜日から、今日も日曜日なんですけど、もうずっとですね、何かしらバタバタと動き回っていたというですね、1週間になりました。はい、振り返ってみるとですね、まず月曜日、ナスのいいとこ踊りチャンネルさんという、チャンネル、YouTube のチャンネルさんの番組の方にですね、出演させていただきました。そちらの様子はですね、YouTube の方ですでに配信されておりますので、ぜひ見てください。そうですね、非常に面白い、撮影をしていただいたというふうに思っております。ナスいいとこ踊りチャンネルさんはですね、6月15日の本番にもですね、僕たちのバックヤードの様子などを、撮影するということですので、ぜひそちらもですね、楽しみにお待ちください。どんなことになるやら、全く想像がつきませんけれども、ぜひ楽しみにお待ちください。火曜日は、ですね、下野新聞さんの取材を受けました。こちらもですね、昨日新聞の方に掲載されまして、ネットの方にもですね、ニュースが載っておりますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。下野新聞さんはですね、いつも本当にですね、丁寧に取材していただきまして、本当に心より感謝しております。もう僕たちのデビューした、年、2013年からですね、もうずっとですね、長い間丁寧な取材をしてくださっています。今回もですね、丁寧な取材、素晴らしい取材をしてくださいました。素晴らしい記事も、書いていただきました。誠に感謝しております。今後ともですね、何卒よろしくお願いいたします。水曜日はですね、大田原グートンシェ作品の、上映会の告知の活動などは特になかったんですが、今関わっている映画作品のですね、編集作業や打ち合わせなどをしておりました。木曜日はですね、また木八という、これも YouTube の方のですね、番組になるんですが、こちらの方に出演させていただきました。こちらの方もですね、YouTube の方に、その様子がですね、配信されておりますので、ぜひ見てみてください。非常にですね、丁寧な、取材、インタビュー等をしていただいたというふうに思っております。1時間ほどの、番組にまとまっておりますので、ぜひご覧になってください。 YouTube の方で配信されております。はい、金曜日はですね、今度は宇都宮市の方に行きまして、栃木放送さんのですね、島金蔵さんのですね、ラジオ番組に出演してきました。こちらはですね、15分ぐらいの番組だったんですけれども、短い時間ながらもですね、しっかりと、大田原グートンシェ作品の上映会について、伝えさせていただきました。関係者の皆様、誠にありがとうございました。島金蔵さん、今回初めてお会いするんですけれども、ラジオ番組の中でなんとですね、僕たちのデビュー作のそして泥船は行くという映画をですね、大田原で初めて上映した時に、見ていてくださったそうです。驚きましたし、本当に、光栄でしたし、嬉しかったです。本当にありがとうございました。今後とも、頑張ってまいりますので、ぜひ、またですね、番組に呼んでいただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、で土曜日ですね、土曜日は今度大田原としての作品のですね、上映会の打ち合わせの方が、那須野ヶ原ハーモニーホールの方で行われました。6月15日の本番に向けてですね、しっかりと、スタッフ、で話し合いを、できたというふうに思っております。もう間もなくですね、大田原としての作品の上映会が差し迫ってきたという、ところです。まだですね、ちょっといろいろ詰めたりしなきゃいけないところがあったりですね、するんですけれども、もう明日からもですね、どんどん情報の方を発信していけたらというふうに思っております。今週はですね、本当にバタバタしておりまして、 YouTube の方もなかなか更新することができずにですね、おりました。来週はもう本番に向けて残り1週間となったんですけれども、しっかりとですね、作品の内容についてなど、告知、お知らせしていけたらというふうに思っております。こちらがですね、大田原グートンシェ作品上映会のチラシになります。大田原市、各所にですね、今設置していただいております。これが表ですね、これが裏面になります。今回の上映作品はテクノブラザーズ、普通は走り出す、私は元気の3本になっております。テクノブラザーズが上映時間が98分です。
私は元気は、上映時間が60分、普通は走り出すは107分とちょっと長めの作品になっております。テクノブラザーズは2回上映ですね、朝10時から、そして、夕方6時半からですね、18時半からの2回上映になります。こちらトークショーは2回とも、つくということになっております。私は元気はですね、13時からの上映です。これは60分の作品ですけれども、こちらもですねトークショーを予定しております。15時20分からの普通を走り出すはですね、トークショーの方はつかないんですけれども、ロビーの方に僕やですね弟の映画音楽家の渡辺裕二がいたりしますので、ぜひ映画の感想などを聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、ちょっとですね、もう少し事細かにですね作品内容とかをですねお伝えしたいというふうに思っていたんですけども、ちょっとですねまた明日以降にさせてください。というわけで、今週はちょっと本当に、忙しい1週間でした。6月15日の大田原駆動車作品の上映会、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。それでは、またすぐに更新できたらというふうに思っております。また会いましょう。それではまた、さようなら。